わあ、なんて面白いの。あら、床がベタベタじゃない。これはペンキ？とても奇妙ね。どうしてこんなところに？待って、足跡がある。追ってみましょう。教室につながってる。冗談でしょ？落書きだらけじゃない。何をしてるの？気に入った。まさか。お仕置きよ。何が起きたの？わお、ここはどこ？面白そうね。えい、くらえ。このゲーム面白い。集中したいのに。うん、最初のチャレンジよ。可愛い子猫を描いて。仕方ないわね。うん、手がつっちゃった。ゲームのやりすぎね。いいこと思いついた。腕と手の周りをなぞって、指は伸ばさないでね。とっても簡単なの。ディテールを加えて、しましまの猫にするわ。そして2つの大きな目、かわいいハッピーな猫になるわ。あー、なんて愛らしいの。でももっと手を加えなきゃ。やるべきことは分かってる。先生も気に入るはず。尻尾も忘れずに。楽しくなってきちゃった。学校がこんなに楽しいなんて。毎日新しいことが学べるわ。子猫に色を塗らなくちゃ。まずはストライプから。もっと楽しむために色を変えて。わあ、とっても素敵。こんな猫が欲しいわ。よし、もうすぐ完成。まさにパーフェクト。早く先生に自慢したい。はーい、猫ちゃん。わあ、すごいじゃない。私は何をどうしよう。じっくり考えないと。すごく難しいわ。え、電気が消えちゃった。大丈夫、懐中電灯があるわ。ほら、安心して。あなたの猫がライトを浴びてる。ほんと、もっと可愛くなったわ。待って、あれをやってみましょう。 iPad を出して、その上に紙を置く。何が起きたの？ああ、コンセントね。ライトオン。あら、戻ったわ。すぐに始めなきゃ。イラストの上をなぞって、こんな感じ。すぐ終わるはず。もっと早く思いつけばよかった。お絵かきが簡単になるわ。書き間違いも起こらない。間違いなく私の勝ち。このハックを覚えておかなきゃ。数学の試験でも使えそう。魔法の技ね。しっかり注意して、次に目と鼻を描く。ああ、かわいいピンクのほっぺ。すごくいい感じ。今度はシェーディングね。耳と目に色をつけて、線からはみ出ないように。完璧な出来にしたいもの。これでよし。 iPad はもう不要。大満足だわ。これを見て。どれどれ。驚いたわ。二人とも勝ち。嘘、本当に？聞こえた？猫ちゃん。嘘でしょ、彼女が。次のチャレンジはお楽しみ。は、そのジョーク知ってる。これって。離して。私が最初よ。ゲット。中は何かしら。サプライズって大好き。あー、巨大な雲。ちょっと待って、偽物じゃない。ふう、ほっとしたわ。すごく怖がってたわね。あら、まだ何かある。鉛筆よ。これで終わり？もっと期待してたのに。がっかりだわ。これでどうすればいいの？それ、もらうわ。いただき。中は何なの？ねえ、これ見て。もしかして、いいアイディアがあるの。きっと素晴らしくなるわ。まずハートを描き始める。すごくロマンチックね。次に定規を使って、ページの中央に線を引く。ハートの周り全体に線を引いたら、クモの巣にしていく。わお、すごく目立つわ。どう思う？なかなかいいんじゃない？そうね、悔しいけど、私はどうしよう。こんな材料しかないのに。あ、そうだわ。こうすればいいのよ。ペンと鉛筆を一緒に持って、それからハートを描く。ここでは鉛筆を使うの。線で埋めて、間のスペースに影を作る。まるで 3D 効果みたい。それだけじゃないわ。ページの下半分に水平線を引いたら、今度はカッターを使ってハートの周りをカットする。上の部分は外して、それからこの部分を取って影を追加する。ハートの下で鉛筆をこすって。いい感じ。すごい完成度ね。
誰かこれに勝てるの？うん、どうかしら。ねえ、終わったわ。わあ、涙が出そうよ。すごい才能ね。やった、ハイタッチ。二人とも天才ね。この卵見てるとお腹空いてきちゃう。うまく描けた気がする。やっほ、ジャスミン、見て見て。ほら、朝食作ってあるよ。見せて。じゃあ私はこっち。あれ、本物じゃないじゃん。なにこれ。こっちだけが本物だよ。ミディアムより上、お気に入りの焼き加減。かなり美味しそうでしょ。待って、どういうこと。すごいでしょ。うん、美味しい。ちょっとリリー、この二人は混乱の中、勝負が彼女たちを救い出すはず。何が起きてるの。私のところに召喚。え、ここはどこ。おしゃれな服。それでどうしろと。君たち二人にはちょっとした勝負をしてもらうわ。このチョークひどい。全然うまく描けない。あー、うるさい。やめてくれ。細い線が描けない。もう耐えられん。頼む。これだ。もう十分。あれ、どうなってるの。私のチョークが、あ、粉々になっちゃった。あれ、これめちゃくちゃいいじゃん。やった。ん？急にインスピレーションが湧いてきたよ。指の方が影付けしやすいからもうチョーク必要ないよね。この方が調整しやすいの。そして角がとても滑らかな印象に。何を描いてるかわかるかな。心配しないで、すぐにわかるから。チョークではできなかったこと。色を重ねていくよ。特定の場所に重ねていく。こうすることで鮮明度が増すの。さて、ここからが本題。反対側も忘れないでね。修正ペンも効果的だよ。あら、もう可愛さがにじみ出てる。さて、楽しいディテールの追加だよ。蝶ネクタイが好きなの。ちょっとした可愛らしさが加わるからね。では少し質感を変えてみよう。本物の毛皮に見えてこない？抱きしめたくなるでしょう。あともう少しで終わりだよ。最後だけど大事なポイント。かわいいエミ、目のことを忘れるとこだった。生き生きしたのがわかるでしょ。どこを見てるんだろう。とってもかわいいでしょ。私の秘密兵器よ。よし、終わった。どう思う。すごいでしょ。私は何を描けばいいかな。この口紅使えるかな。これはまたいいアイデアが浮かんだよ。これならうまくいきそう。口紅の色さえ残っていればね。ここでもう一回唇に手をつけて、もう一回口紅つけ直そうかな。レイヤーを重ねることで深みが出るよ。ダイナミックな表情になってるね。さて、次はディテールっと。わあ、この小さな手を見て。もう一つ付け足すよ。顔を描いただけでまとまりが出てきたね。メガネも似合いそう。彼女に何を着せてあげよう。小さなドレス。この先がとっても楽しみ。たった数個の形が全体のイメージを変えるなんてとっても驚き。赤色だけでもいろんなことができるよ。これは私の最高傑作。じゃじゃーん、いい感じでしょ。あれ、終わった。どちらも素晴らしいわ。よくやった、お嬢さんたち。あれ、何が起きたの。これが私のやり方なの。最初のチャレンジは何だろう。犬だ、かわいい。連れて帰りたい。よし。うんうん、アーティストってよくこうやってるよね。犬には小さすぎるかな。あ、そうだ。なるほど、手を使えばいいのか。はあ、簡単簡単。手をこうやってなぞればオッケー。何やってるの。まあ、いっか。私はこの形で手をなぞるの。あとは犬を描くだけ。毛と可愛い目に鼻、色も忘れないようにね。いい感じ。
線からはみ出さないように、あと少し。できた、かわいい。上出来。名前はラッキー。上手だね。私のもまあまあだけど、努力が大事。誰の勝ち？やった！見て、何か出てきた。ビスケットだ。骨の形をしてる。犬だからかな。早く食べてみたい。ちょっと待って、ビスケット骨？あ、ストップ。うん、おいしい。レシピあるかな。あ、食べちゃったか。どうしたの？それ、犬用だよ。うっそ、もうちょっと早く行ってよ。やっちゃったね。ほら、おいで。おやつあるよ。あ、すごくいい子。かわいい。お腹すいたでしょ。おいしい。どんどん食べてね。あ、ワクワクする。ユニコーンだ。うん、ちょっと難しそうだな。私はマーカーを使う。どうしよう、選択肢がいっぱい。絵の具、マーカー。マーカーにしよう。うん、よし、行くよ。あー、滑っちゃった。ごめん。わざとでしょう。信じられない。こうなったらやめてよ。ちょっと、それ全然ね。色塗り手伝ってあげる。もう全く意味ない。それもう終わり。こんなのバカバカしい。はい、紙あげる。私はこっち向きで描くね。素敵なユニコーンを描いてやる。そうだ、 UNICORN。 あとは線をつなげて。毛はこんな感じ。足も忘れないようにね。最後に色を塗る。ピンクがぴったり。これで勝てるはず。本物のユニコーン欲しいな。尻尾もね。完成。じゃじゃーん。うっそー、私のはこれ。上手だね。今度は誰の勝ちかな。本当に？やった！景品は何？本物のユニコーン？これでも十分。うん、小さすぎる。どれどれ？あ、おいしそう。ちょっとだけ食べたい。気づかれないかな？必要なものはこれ。思いっきり食べちゃおう。嘘でしょ？ごめん、滑ってケーキの中に顔が入っちゃった。まだ残ってるよ。本当に信じられない。だって、準備はできた？回すわよ。はい、これを書いて。今度は手を書くのよね。ふむふむ、いいことを考えた。それ、わー、何が起きたの？ちょっとした電気サージよ。天の影？あ、そうだ、いいこと思いついた。これでよし。電気がついた。書くわよ。手をなぞったら、これを鳥に変身させます。白いチョークで色を塗ってね。羽は後からオレンジ色で塗りましょう。足も忘れずに。こんなの描けない。なんか違う。なんとかならない？全然わからない。あ、これだ。わ、やばい、当たっちゃった。書いてみようっと。
手をなぞったら犬に変身させます。もう手には見えませんよね。大きな舌に茶色い毛、そこまで。私たちの傑作見て。それ手なの？すごい。アヒルも可愛い。素敵よ。完璧。勝者は選べない。審査員が2人いるから2人とも勝ちにしましょう。やったー。準備は OK。 次は、わー、キリン。どう書けばいいかな。簡単よ。寝ながらでも書けるわ。あ、そうだ。まずは頭でしょ。それからこうやって、よし。その前に腹ごしらえ。あー気持ちいい。おー満足した。アイディアも浮かんだし。まずは数字を並べて書きます。ほら見て、キリン。こっちは白鳥、それに蝶々、最後は魚。仕上げに色も塗りましょう。かわいいキリンじゃないですか。白鳥は上品に。水も塗りましょう。ピンクの蝶々かわいすぎる。細部が大事です。魚もね。2人とも時間切れよ。動物が4匹、もちろんキリンも。マジションすごい。何？ちょっと待って、そんな早く書けない。できた。それはちょっと違うかも。二人とも素敵な芸術家ね。とても楽しかったわ。わあ、キラキラしてる。またね、バイバイ。待って、マジション起きて。なに、夢にユニコーンが出てきたの。頭大丈夫？え、変？すごくリアルだった。髪の毛は普通ね。もう一回寝よう。また出てくるかな。おやすみ。芸術は美しいもの。でもよくわからない時もあれば、ピンポイントな時も。何？見て、何あの変な顔。あはは、おかしい。二人とも笑っている場合。わあ、胃が動いた。お仕置きしてやる。わあ、何、ここはどこ？カラフルね。魔法にかかったみたい。この髪の毛最高。本当ね、やった。ちょっと静かに。芸術の世界へようこそ。チャレンジの時間よ。まずはお絵描き。わー楽しそう。やりましょう。最初の絵は文字の B。こんなの楽勝。負けないわ。斬新な絵になる予定よ。マディソンのどんな感じかな。線がいっぱい。 B には見えないわね。私が勝つに間違いないわ。
よし、できた。見て、完璧じゃない。あら、本当になんかムジュムジュする。ヘクシュン、絵が飛んでいっちゃった。どこに行ったの？戻ってくる？いった、あった。気持ち悪い。せっかく描いたのに。アニーの絵めちゃくちゃね。マディソンのはどう？素晴らしい、100点満点。私にも描き方を教えて。もちろん。左に長い線を描いたら、短い線を8つ描くの。四角にして、これは角度をつけたら、もっと線を描いて、つなげるだけ。上と下、中もね。影をつけたら完成。綿棒でこうやってぼかすのがおすすめ。うん、いい感じ。できた。簡単でしょ。次は何かな。次のテーマは愛。よし、わかった。一気に3本使うわよ。これで線が3つ描ける。上の部分に色を塗って、綿棒でぼかしたら、かわいい。ふむふむ、はい、そうだ。いや、ダメね。じゃあ、違う。あ、手伝ってもらおう。ヘルプボタン持ってきてよかった。ポンと押すだけ。早く早く。こんにちは。代わりに書いてもらえる？お題はあれですから。シンプルなものがいいわね。愛といえばハートだけど、上にラブって書いたら、丸を書いて、ここから芸術に変身するわ。書く文字が手になったら腕を書くの。次にタイヤを書いて、体も必要ね。ここは髪の毛。スカートや洋服を書いたら足を加えて、次はデザイン。どうぞ。愛の出来上がり。わー、ブラボー、ありがとう。どういたしまして。もう行くわね。種類、こんなの勝てるわけない。私も手伝ってもらおうっと。誰が来てくれるかな。嘘、信じられない。ビリー・アイリッシュ。そうよ、私。ギャー、ファンなの。手伝ってあげる。本物のビリー・アイリッシュ。わあ、本当に本物よ。はい、どうぞ。ビリーが来てくれるなんて夢みたいね。え、すごい。二人とも完成。あ、これはサイン。最高、これこそ芸術よ。あら、ビリー・アイリッシュ、100点満点。アニーのコンセプトも素敵ね。なんだと思う？ワクワクするわ。なんか地味じゃない？だよね。何の音だ？サプライズ？でも何もなし。待ってるんだけど。わお、すごい。開けてみる？もーらい！ちょっと、私が先に目つけたのに。取るなよ、クリスの意地悪。シャボン玉だ。どうでもいい。でも、綺麗。私もいい？やだ。お願い。楽しいな。見て、いいこと思いついたわ。よーし、このキャンバスにローラーでペンキを塗るの。塗り忘れがないようにね。次に
コーヒーのコップを白いペンキの中につけてキャンバスに押し付ける。好きなようにデザインしてね。今度は丸の中身を塗っていくのよ。いろんな色合いをつけるのがコツだよ。シャボン玉の光を表現するように塗ってね。いい感じ。最後に仕上げ。わあ素敵。私ってば芸術家ね。クリス見て、シャボン玉。すごくない？ちょうだい。交換しよう。ほら早く。わあ。あれシャボン玉は？空っぽだ。ずるい。あ、全部使っちゃった。最悪。次のチャレンジは？やった！ユニコーンだ！嬉しい！落ち着いてよね。新しく友達作らなきゃ。クリス、何してるの？プリンセススパークルだよ！レインボー王国だ！変なの？いいから！回すよ。何になるかな？手なし。オッケー、行くよ。私は手を後ろで組む。ナイスアイデア。意外と簡単かも。いい感じ。完成。どうも。微妙。なんだよもう。ユニコーンの描き方見せてあげる。まずは大きさのチェック。僕も確認しなきゃ。これくらいかな。また変なことしてる。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。方眼紙を使ってユニコーンを描くの。最初は変だけど大丈夫。いい感じね。線が引けたら今度は真ん中ね。細かい絵が描きたいときにおすすめの方法だよ。方眼紙を使うとサイズが決めやすくて簡単に絵が描けるの。次は色だよ。色塗りも簡単。角は虹色にしてね。かわいいでしょ。できた、ユニコーン。見て、すごくない？どうやって描いたんだ？僕のはこんな感じ。まあ頑張ったわね。ああルーレットが回るよ。どこで止まるかな。おっと、クマだ。かわいいだろ。僕にかわいいクマを作って。へえ、いいわよ。ね、お金がこんなに。おお、いいの？ほら見失わないで。どこに行くかしら。それは内緒。おお、やった、私のものよ。さあ急がないと。動かないで、カットしていくわ。ここは大きくテディベアができた。紙の上に置いて、折り目がつかないように出来上がり。なかなかいいでしょ。私お金持ちになった。あの色見たことあるような。リメイクしちゃった。ふん、新しいの買うわ。でもその前にクマが欲しいわ。大金だ。はい、どうぞ。金はもらうよ。すごいアイデアがあるんだから。ペンキが必要よ。紙に垂らして全体にしっかり広げる。上から下までたっぷりと。楽しいわ。もう少し。これでよし。息は止めておいてね、テディ。ペンキにしっかりこすりつけて。その調子、いい感じに混ざってる。そろそろいいかしら。ペンキから外して、もう一枚紙を使うの。クマをここに押し付けて、ちょっとだけ動かすわね。うん、小さなリボンもつけましょう。ほら、かわいいでしょ。それで精一杯なの。ちょっと期待外れだな。僕のクマはそんなんじゃないよ。田舎ドールの勝ちだ。やっぱりね。こちょこちょこちょ。ルーレットを回すよ。携帯だ。ほら電話したいでしょ。ああこれなら簡単。違う、これじゃない。これを探してたの。ここに置いて写真を撮るわね。完璧。印刷しましょう。テクノロジーって最高。あら早いわね。まさにこれね。見て、
わあ、すごくクールね。そうだ、私もひらめいた。ちょっと助けてくれない？携帯を書いてちょうだい。いいけど、高くつくよ。うん、ちょっと持ち合わせな。ちょっと待って。うん、どうしよう。あら、これを使えばいいわ。美味しくて新鮮な卵、今日はついてるわ。牧場の人には内緒よ。ねえ、カキさん、産みたての卵はどう？うん、どれどれ、どうかしら。僕はヴィーガンだけど、取引成立だ。わお、すごい筆遣い。あなた、とっても才能があるのね。はい、完成だよ。はい、どうぞ。うわ、ベーコンを買いに行こう。ただいま。これ、私が作ったの。気に入ってくれるかしら。こっちを見て。え？うわ、どっちも負けず嫌いだね。勝者を発表するよ。それは彼だ。彼こそ真のアーティストだ。なんですって？一点？僕も戦おうかな、ベイビー。普段私は週末をヨットで過ごすの。うん、食事の時間みたい。おお、ありがとう。本当にお腹空いてたんだよね。そんなの食べろって？気持ち悪い。ああ、これこれ。うん、美味しそう。シェフが腕を振るってくれたのね。あっちの美味しそう。こっちのがひどく見える。しかも変な塊もあるし。うわ、この原材料もしかしてダンボール？こんなの不公平だよ。食べましょう。食べなくちゃダメなの？分かったよ、食べてみるよ。うわ、冷たい。味もひどい。こっちは食べるのが楽しみ。新鮮な魚を使ったのね。うん、これ美味しそう。うわ、完璧な味付け。よだれが止まらないわ。口の中で溶けてく。わざとやってるでしょ。もちろん。乾杯。ねえ、刑務所もそんなに悪くないわね。私だって水があるからね。少なくともこれは普通だわ。いや、やっぱまずい。今までで最悪の食事だわ。うっと、水をこぼしちゃった。ごめん。何してくれたのよ。見てよこれ、びしょ濡れじゃない。ごめんって、事故だって。もう全部台無しだわ。こんなのったらないわ。これも拭き取らなくちゃだし、いつもなら執事がやるのに、自分でやってるなんて信じられない。人生最悪。待って、アイデアが浮かんだ。水で形を作るの。それに絵の具を足して、ブラシを水に浸すだけよ。それから慎重に動かしていく。これで面白い効果が作れるよ。今度は紙の上の方も同じようにして、今度は青いペンキを使うよ。絵を描くのがとっても楽しくなる。うん、こんなもんかな。そしたら乾かすよ。あとは色を足していくだけ。そこまでやる必要はないよ。ほらこれ見て、なかなかいい感じでしょ。うわ、すごくアーティスティック。うん、私も何か特別なものを作りたいな。でも何を描けばいいんだろう。そうだ、これだ。いいこと思いついたよ。まずは紙に小さな点を描いていくの。そうしたら筆を濡らしてペンキを広げていく。うわ、この色見てよ、とっても綺麗。まずは輪郭を描いて、その後に中を埋めていくの。いい感じになってきた。色をもう少し加えて、目立つようにしたいからね。色をもっと加えていくよ。葉っぱも描いて。ここはとっても簡単。緑色の線を筆で置いていくだけだからね。終わった。綺麗な花になった。これ見てよ、どうかな。うわ、素敵。こういうのってとっても感覚を刺激されるよね。アートギャラリーになりそう。うわ、鼻くそがとっても詰まってる。刑務所ってかなり退屈ね。しかもこの服装はおしゃれでもなんでもないわ。ほらこの靴見てよ、私のジャンプスーツと合わないわ。うん、携帯ちょうだい。ちょっと電話をかけるから。誰？連絡嬉しいよ。あなたの助けが必要なの。お任せあれ。ああ、すごい早いね。どうぞ入って。うん、インテリアデザインって知らないのかな。あなたってば最高。中身は何だろう。うわ、素敵。嬉しいわ。早くつけてみようっと。履いてみるね。ああ、いい感じ。すべてはコーディネートよね。あなたってば天才。もちろんさ、それが僕の仕事だからね。早く会いたいよ。彼女ってばラッキーね。ロマンチックな再会を果たしてさ。私だってクリスがとっても恋しい。この愛嬌ある顔見て。今頃彼何をしてるのかしら。すぐまた会える。でもそんなにずっと待ってられないよ。最悪、もうなんか泣けてきた。え、これ見て、涙がハート型になってる。いいこと思いついた。
これには鉛筆が2本必要だよ。そしてテープもね。まずはテープを鉛筆の周りに巻くよ。これで動かなくなった涙のハート型をなぞるよ。それから棒人間も描くの。次に太い黒ペンを準備して線をなぞっていくの。まず棒人間から始めるよ。それからハート型。次にもっと細いペンを準備してもう1本の線をなぞっていくよ。こんな感じにね。次に鉛筆を持ってこれで影を作っていくよ。線と線の間を埋めていって指を使ってぼかすよ。棒人間も同じように他の隙間も軽く埋めていってところどころは塗らずに残しておくの。これで反射が表現できる。仕上がりがより良くなるよ。あと少し埋めたら指でこすっていくよ。こんな感じ。下に影も足して影をもっと増やしていくよ。完成。これを見て。心からハートが飛んできたの。それ描いたの？私も何か作ろうっと。この箱が使えそうだわ。まず穴を開けてこれに黒いペンキを吹きつけるの。蓋を上に設置してそこに黒と銀のペンキを吹きつけるの。蓋は型として機能してるんだ。どうかな。うわあ、まるで月みたい。私たちいい仕事したよね。僕の友達きっと信じてくれないだろうな。見て、最初の対決だよ。よし、始めよう。楽しくなりそうだ。すごい、色がたくさんある。なんて最高な日。本当だね。あれ、これはなんだ。どうやって出現したんだ。つけるべきなのかな。ああ、そういうことか。何も見えないよ。バービーだといいんだけど、手を貸してごらん。なんて紳士なの。今のは誰だ。ああ、ペンを見つけたよ。どの色を取ったのか全く見当もつかないわ。だから楽しいんだよ。これぐらいで十分でしょう。今すぐアイマスクを外してもいい？わあ、いい感じの組み合わせだ。そっちはどう？見てみよう。え、もっといいのが良かった。見てよこれ。ルールに従ってるだけだからさ。わかったよ、さっさと終わらせよう。準備はいい？行くよ。まずは紙から。こっちは黄色のペンを使うよ。この子は赤毛になるんだ。間違えたくないからね。今のところ順調。楽しいね。とってもリラックスできる。もっと頻繁にやろうよ。彼氏彼女みたいにってこと？ちょっと、まだ早いってば。まだお互いのこと何も知らないのよ。この男はエイリアンみたいになりそう。いい色を引いて本当によかった。これで顔色がつけられる。これで終わりかな。私もかなり良くなった。嘘でしょ。これこそが芸術作品だよ。もう、わかったよ。何が起きてるんだ。わからないわ。変なの。あれ、素敵だね。本当にありがとう。そんなあなたは今にも吐きそうだよ。待って、今なんて言ったの。嘘、緑だ。うわー、あなたのドレス大好き。彼女を見てよ。違う靴も試してみるべきよ。ああ、この飲み物美味しいな。そう、青がその服を引き立ててくれる。ね、新しい対決だ。これは厄介かも。これはしっかり考えないと。もう、ストローが言うこと聞かない。よし、考えるって喉乾くな。ちょっと待って、これ使えるよ。まずハートを描くよ。いろいろな色を使ってね。これが最後の部分。次にストローを準備して、そっと息を吹きかける。これで絵の具が紙の上に広がるんだ。全体的にやったらハートの中にディテールを加えていく。目を2つ描いて、幸せそうな口もバラ色の頬も足したらこれで終わりね。バービー、こんな可愛い靴があるなんて。どうしたの。これどうかな。ハートを作ったんだ。すごい素敵。それとっても可愛い。君のために作ったんだよ。おっと、一気に気まずい。ジャスティンに何も準備してない。どうしよう。待って、いい考えがある。人形の靴、これでうまくいきそう。小さなキャンバスが必要だよ。それをハート型で囲って、その上に靴を置いていく。綺麗に並べていくよ。ハートを綺麗に埋めていくの。違う色の靴を使うのもコツ。これで最後ね。まるで虹みたい。見てジャスティン、気に入った？泣かないって決めてたのに。でも嬉し涙が止まらないよ。これとっても素敵。一生大事にするよ。最高の贈り物だよ。言い過ぎだって。ブー、ちょっと脅かさないで。え、
最初のチャレンジだ。本当？やった。あら、キャンドル、すごくかわいい。僕はそこまで好きじゃないかな。何を作ろう。ふん、いい質問ね。君の悪い幽霊はどう？うん。ねえ、ジャスティン、怖いでしょ。まあまあかな。私よ。ああ、ウケる。もう怒るなよ。どうしようかな。ふんふん、そうだ、このろうそくのろうで絵を描こう。これなら取れないぞ。ろうで絵を描くのは初だ。ハートだ。固まってきた。あら、それクールね。私もやろう。ろうを溶かして、コウモリより怖いものは V 字型を作ってみて。最高にクールでしょ。見て。わお、すごいや。僕ほどじゃないけどね。わお、素敵ね。そうだろう。相性が良さそうね。うん、どうかな。うー、ほんとだ、すごくかっこいい。しかも怖い。寒気がするわ。まったくだ、うっとりするね。ま、勝負はお預けね。すごく退屈だ。次のチャレンジはどこ？おやつに関係するのがいいな。食べ物持ってない？いや、僕も欲しいよ。残念。熱々のポテトがあればな。あれ見て、いっぱいある。いつまでもポテトが降ってくれたらいいのに。さあ、どんどん来て。信じられない、塩の効いたポテト、なんて美しいの。え、やだ。大丈夫？ごめんなさいね、恥ずかしいわ。待って、じゃがいもよ。どうしたらいいの？生では食べられないよ。わかってる。うん。なんだそれ。生では食べられないよ。わお、なんてこった。何？完璧なディスペンサーだ。やったね。いいわね、私にもちょうだい。はあ、これでどうしろって？もう、生でいいわ。わかった。この食用ビーズを使ってクールな柄を作る。何の形かわかる？指を使うよりずっと簡単だ。できた、ハートだ。これをまとめて溶かせば。変わってるぞ。よし、これを見て。ほら、すごいだろ。わお、ハートだよ。私は使えないじゃがいもだけ。でも、わかった、カッターに押し込めば簡単にスライスできる。あとは外側をカットして。ほら、本物の彫刻みたい。もう少しディテールを加えて、好きな色をつける。完成。ほら、スタンプになった。骸骨がいっぱい。わあ、素敵。ジャスティン、待って。どうかしら。それ、じゃがいもで作ったの？びっくりだよ。あら、ありがとう。待って、僕のハートをあげる。あら、とっても優しいのね。
ポテトスタンプはどう？乾杯。じゃんけんポン。楽しいわ。おっと、3回勝負よ。私の勝ち。いい勝負だったね。何？トイモ？何のために？ねえ、筆だわ。本当だ。意味がわからない。絵を描くってこと？そうね。見て、時間が始まってるの？早く始めよう。何か描かなきゃ。なんだこの絵の具、筆についてくる。なにこれ、難しいわ。ゆっくり、そっと。あー、混ざった。あら残念。私が見せてあげる。おっと、急カーブ。ふう、またカーブよ。あー、すごく惜しいわ。簡単じゃなさそうだな。もう一回だ。手が震えないように。ああ、まただ。次は私が勝つわ。緑に気をつけて。ダメ、混ざった。イライラする。ストレスがたまるな。時間が迫ってるぞ。わかってる、お願い。そう、ナイス。できた、ビーカーに入った。イエス、私もよ。やったわ、最高。ふうふう、イエーイ。あれ、二人とも勝ち？イエス。あー、目が。ちょっと見て、私もあるわ。わお、すごく綺麗。飲んでみる？乾杯。ああ、うん、ブラックベリー、最高だわ。付け合わせも忘れずに。うん、ハイタッチ。うふう。美術って大好き。わあ、いい感じ。色を塗ろう。特別なものを用意してるの。うわあ、この絵の具を使ってみよう。まずは緑色を。線からはみ出ないようにね。虹色にするの。どうなるか楽しみ。芸術作品になること間違いなし。自分で描いたの？私なんてブラシがボロボロ。でもしょうがないか、始めよう。そうだ、いいこと考えた。リジ、見て、色を塗ってあげたよ。嘘、何するの？私の髪の毛が信じられない。二人ともやめて、ストップ。何が起こってるの？まずはよ、最初は金髪の女の子。金髪ね、難しそう。待って、思いついた。リジ、はいはい、私がモデルになってあげる。よし、動かないでね。何してるの？いいから私に任せて。まずは輪郭をなぞる。動かないでね。意外と難しいな。目は緑色だよね。この色素敵。完成。わお、すごく上手。見て、どう？嘘でしょ？私そんな顔してる？もっとメイクしなきゃ。私って天才。自画像を描くプロになろうかな。これでよし。そうだ、いいこと考えた。そこのあなた、こっちに来て。僕の名前はジェフです。なんでしょう？なるほど、描きますね。こうやって完成しました。わお、ありがとう。でも色を塗らなきゃ。絵の具は使わないの。まずは絵の上にステンシルを置く。メイクと小さなパレットナイフを使うよ。パレットナイフでメイクを削ってパウダー状にする。他の色も同じようにね。少しで大丈夫。ステンシルの上に振りかけたら色を混ぜて手でにじませるの。ほら、綺麗でしょ？すごくかっこいい。
うわ、この絵とっても素敵。本気でそう思ってるの？どっちの勝ちかな？ん？そうだった、ナオミのは悪夢に登場しそうね。頑張ったけど、リージー、カラフルで個性的、すごいわね。リージーの勝ち、やった。やっぱり金髪の女の子って言ってなかった？二人とも準備はいい？回すわね。次のテーマは T シャツ。 T シャツなんて着ないんだけど。はいはい、それ。何これ、魔法？先生、魔女なの？やった、無料の洋服だ。私の趣味じゃない。書いてみよう。でもその前におやつ。あん、うん、おいしい。何してるの？時間ないわよ。お菓子の時間はいつでもある。こんなにおいしいんだから。そう、私は電話しなきゃ。もしもし、助けてくれる？もちろん、喜んで手伝うわ。うん、どれどれ。あ、あった、リジーにあげてちょうだい。まだかな、早く、時間かかりすぎ。やっと来た、しかも金。わお、すごい、スパンコールがたくさんある。待って、くしゃみしそう。はくしゅ。はあ、すっきりした。ん？うわ、ナイスタイミング。早速着てみよう。すごくかわいい。やった、先生、できたよ。リージー、おしゃれね。ずっと食べていられる。わあ、ソースこぼしちゃった。シミになりそう。きれいにしなきゃ。すぐ取れるはず。スプレーをしたら問題なし。なんで？ブリーチは良くなかったかも。待って、いいこと考えた。シャツに葉っぱを乗せたらブリーチをスプレーするの。シャツに染み込ませる。葉っぱは動かさないようにね。あとは待つだけ。乾いたら葉っぱをどかすよ。わお、やった、似合うかな。完璧。本当にそう思う？先生はなんて言うかな。見せて。うん、難しいわ。どっちも個性的、決められない。引き分け。二人とも勝ち。じゃなくて、アペロキャンディに勝るものはない。同感。あー、私も欲しい。ほら見て、口の中がよだれでいっぱいだわ。もう無理。その美味しそうなアメちゃん、ちょうだい。私のもの、全部私の。いちご味、こっちはレモンの味がする。とっても幸せ。おっと、ごめんごめん。嘘、何が起きたの？口の中が最悪。気持ち悪い。ちょっと待って、ねえねえ、これ見て。まずはステンシルをしていくよ。2つ色を使っていくの。混ぜていくのが大事。できた。え、もっといいのがあるよ。見てて。いいよ、マーカーを手に取って。こうすることで形がポップになるな。小さなパターン書きには時間がかかるよ。でも結果がちゃんと伴うからね。そして上には小さな耳を描いて、それと色に合う小さなヒレをつける。なんだかわかった？こういうディテールを足すとよりリアルになるよ。この紫がかった淡い青色は本当に素敵。反対側も忘れないで。次は深紫色だよ。どの色もよく似合ってる。どれも深みを出すのに役立ってるね。時間はかかるかもしれないけど、結果が全然変わるからね。次の工程にはもっと太いブラシが必要。どう線を描いているかよく見てね。このゴージャスな色合いをご覧あれ。海藻が雰囲気を盛り上げてくれる。水中にいるみたい。泡もたくさん追加して。ねえねえ、これ見て。気に入った？うわぁ、それは高評価ってことだね。私の絵はとっても地味だわ。ひどい筆。大きい方がいいのかも。
でもその前に下準備をするよ。レインボー柄はいつだって勝利の近道。そしてこのテクニックで表現豊かにできるの、意味わかったかな。これで絵が生き生きとしてくるよ。これでわかったでしょ。すごい、一流だ、感激。よくやった。では手を離して。ねえ、わあ。何がそんなにおかしいんだい。うわ、ほくろでか。意地悪な子は好きじゃない。お前たち二人には罰だ。もう指なんかさせなくしてやる。あれ、手が動かない。痛い、動かない。その通り、うまくいったわい。でも私たちの手は。これでどうかけと。どうしよう、リリー、私もわからない。でも待って。うっしょ、見てて。この指差しの形で開始するよ。これが何になるかわかるかな。これはうまくいきそう。ふう、自由になった。まだやることがあるよ。もう 2,3 個付け足すの。そうすれば手をなぞった形が土台になるからね。当たり。これは目だよ。さて、ここからが本題。次は鼻だ。とっても可愛いでしょ。これがアザラシだと思った人、正解。吠えているところだよ。そして次は色を足して、舌はピンク色に。アザラシの特徴だよね。うん、こんなところかな。気に入った？ほら見て。私にもできそうな気がする。私の手の形はこれ。全く違う形から始めるよ。なぞるのももうすぐ終わり。すごい、本当にうまくいった。うん、わかった。視点を変えると見えてくるものってあるよね。さて、鏡みたいに同じ形を描く。目はここ。すでにちょっと可愛く見えてきた。ほら、この笑顔。次は体を描くよ。うまくまとまってきた。でも大事なのは色だよ。ああ、なんて楽しいんだろう。長く描く直線たち、色がとっても綺麗で明るさがあるね。一色でまとまっちゃう。可愛い足も忘れないでね。終わり。イエーイ。おお、いいね、ジャスミン。うん、二人とも立派だよ。とてもよくできている。つまりはこうなる。私のもの。あ、まとまれ。え、また。わあ、わあ、いいね、最高。イエーイ。で、誰が勝ったの。いい質問だね、お嬢ちゃん。うん。ね、ちょっとあれやる。そうだね。よし、今だ。じゃじゃーん、魔女さん、あなたよ。そのほくろも全部一緒に描いたの。それ、本物なの？え？ねえ、お嬢さんたち、近くで見たかったの。今まで見た中で最も美しい絵だわ。いくよ。しまった、はずれ。俺にやらせろ。あんだよ、外した。狙いを定めないと。そんなに難しくないっしょ。うわ、なんだよ、勝手に動いてる。やだ、絵に落書きしてるじゃん。うわ、まずい、やば、先生来た。うん、どうしたのかしら。まあ、絵が台無し。許しません、芸術パワーオン。お、マジか、俺たちすげえ。あ、リップ。おっと、失敗。直してあげるわ。はは、こっちのがしっくりだ。お絵かきチャレンジの準備は OK。 ルレットを回してお題を決めるわね。さて、あ、かわいい、ハートよ。お絵かきスタート。やった、ハートとかラブ計画の好き。まず、ラブって単語から書いていくの。ああ、あの日は最高だったな。あの子綺麗だったな。
そしたら装飾タイム。小さいハートを加えて O を女の子に、 V はハート、 E は好きな相手。かわいいけど色が必要。ハートはピンク。よし、こっちの色も合わせよう。さらに色を加えるよ。紫のワンピ。うわー、いい作品に仕上がってきた。色を変えて髪は黄色。お揃いだよ。男の子の帽子は青かな。シャツは緑。いや、俺の方がお前を好きだって。色ペンで表現豊かにね。じゃーん。さて、作品を見せてもらいましょうか。ん？え、しまった。キモ、口から出さないでよ。何してるのかしら。あ、待ってください、制作中です。あんにゃんにゃん。あと一瞬、もう一息。あんにゃんにゃんにゃん。できた。はい、愛を表現しました。ふぅ。うわ、どうやってやったの。すごい。やだわ、素晴らしい、高得点。次のチャレンジが楽しみだな。は、ルーレット開始。さて、フラミンゴね。ダイナミックなお題ではないけど、はじめ。フラミンゴ、本物なんか見たことねえよ。ふざけんなよ、今回は望み薄だな。どうしよう、ピンク色だよな多分。いや、このアイディアもダメだ。くそ、もうできねえ。何したらいいかわからん。手が汚れたんだけど、これ絵の具か。マジかよ、手が絵の具まみれだ。ああ、待てよ、いいこと思いついたかも。手形から始めてみるか。うわ、面白いね。私にもアイディアが浮かんじゃった。まずは手をなぞるよ。そしたら輪郭、あと目とくちばし。くちばしを黒に塗りつぶそう。あとは残りをピンクに塗るだけ。ピンクだらけ。とにかく塗りつぶせばいいんだよ。ドピンクだね。あと一息。おお、ピンクの蛍光ペン使えるな。手形を南国の鳥に変身させてやるぜ。親指は鳥の頭にするんだ。黒いくちばし、次に目と足、黄色い細い足。できた。さて、フラミンゴを見せてもらいましょう。私のフラミンゴです。俺のはこれです。お望み通り。全身のフラミンゴと横顔ね。二人とも上出来よ。ああ、あんたの手絵の具まみれだった。お、そうだった、悪い。今度はどんなお題になるかな。二人とも準備はできていますか。今回のお題は少年です。どんな作品になるか楽しみだわ。今回のはちょっとがっかりだな正直。あ、嘘だろ、おやつが尽きた、がっかり。ああ、どうしろってんだ。って待てよ、手元には空の皿。よし、これならいける、明暗だ。お皿とペンで何やってるのかしら。なんでお皿に絵を描いてんの。ほっといてくれ、計画があるんだ。お皿に小さい棒人間を描いてと。少年ね、どういう作品にしよう。また単語を書いてみようかな。棒、糸、ここから変身させていくよ。メガネを加えて、お次は髪、いい感じ。耳も忘れちゃダメ、顎、鼻、口も。よし、棒人間が完成。風船も付け加えようかな。よし、風船が飛んでいかないように紐もつけないとな。げ、なんか歯に挟まった、気持ち悪いな。取れない、これ飲むか。マシになった気がする。オレンジ色の髪が似合うね。色を加えたら髪は完成。よし、シャツは緑ね、完成。あ、嘘だろ、俺の棒人間に水こぼしたな。溺れてるじゃん、どうにかして助けないと。嘘だ、棒人間落ち着け。なんかおかしくないか、棒人間の様子が変だぞ。そうか、浮くから溺れないんだ。すごい、私気に入っちゃった、いい作品だわ。俺の勝ち、マジかよ、最高じゃん。次のチャレンジをする準備はできた。サボテン、絶対に負けない。私もスタート。これは簡単なはず、エネルギーを蓄えなきゃ。
ストレスも発散して、いけ、あと少し、完成。ほら見て、すごくない？それは何？見ててね。髪の上にスポンジを滑らせて、小さいスポンジも使うと便利かも。あとは花、最後にディテールを追加して、終わったら飾ろうかな。どう？どっちも緑色だけど、どう考えても私の勝ち。勝負にすらならない。わお、サボテンのピニャータだ。中にお菓子が入ってるのかな。よし、この目隠しをつけていくよ。すごい、見て。なんか言った？どこに行ったの？もしもし？しょうがないな。何が起こったの？はぁ、お菓子がたくさん。次も楽しみ。ちょっと地味じゃない？チャレンジじゃないじゃん。今度は何を使おうかな。大きすぎる。違うな、これが完璧。かぼちゃはそんなに難しくないはず。オレンジ色の丸だからね。今度こそ勝たなきゃ。うん、使える。まずはこうやって線を描いて、次は茎、色も塗り忘れないでね。いろんな色合いを使うといいかも。完成。どう？あれ？起きて。おーい、起きてよ。絵はできたの？寝ちゃった。何が起こったの？そうだった、パンプキン。時間切れか。これだけしか描けなかった。ほっぺについてるよ。嘘、本当だ。絵の具ね。似合う。やった、景品は何？かぼちゃのジュース、おいしくない？何かうずうずする。どうしてだろう。頭がかぼちゃになっちゃった。あ、来年のハロウィンはそれで決定ね。このゲーム嫌い。もー、顔が元に戻ったみたい。あ、びっくりした。これはもう飲まない。そっちに置いておいて。あ、見て、ついに来た、パーフェクト。最高。綺麗に描かなきゃ。まずは四角を描いて、次は円。もっといいことを思いついちゃった。コピー機を使うの。中に入れて、スタート。完璧。どう？よし、あとは色を塗るだけ。ワクワクする。ここの赤い絵の具を塗って、他の色もね。レインボーカラー。ほら、ポップイットになった。押したくなる。ナイス。でも私が勝ったと思う。うそ、やった。なんでよ、意味わからない。失礼、ポップイット警察です。逮捕する。反抗しないでね。この勝負はお絵かきだから、コピー機は使用禁止。ごめんなさい。まったくもう。わお、チョコレートのトッピット、最高。しかも美味しい。
ほら、行くよ。ああ、しょうがない。いえ、私は扁平足じゃないです。うう、なんてうるさいんだ。はあ、せっかくぐっすり眠ってたのに。バービーはまだ寝てる。ね、起きてよ。バービー、起きてって。これじゃダメだ。はあ、どうしようか。赤ちゃんみたいに眠ってる。ああ、そうだ。彼女を驚かせよう。いつも旅をしたいと思ってたんだよね。パリはとっても美しい。いただき。クロワッサン泥棒、信じられない。バービーもきっと気に入るはず。焼きたてのクロワッサンとコーヒー。いい匂い。鼻の下にかざしたら、あれ、何かしら。コーヒーの香りがする。すごい、ありがとう。これもお忘れなく。何この待遇。うん、おいしい。そして僕にも、いただきます。よだれが出てきた。爽やかだ。そしてこのクロワッサンはとっても軽い。それで次は何をしたらいいんだろう。ハテナマーク？謎ってことだね。よし、始めよう。インスピレーションが湧くのを待ってるんだけど、なかなか湧かない。あれだ。この筆、僕がもらうよ。ジャスティン、気をつけてよ。おっと、ごめん。コーヒーがこぼれちゃった。よかった、操作があって。ラッキーだったわ。そんな、漏れちゃってる。悪気はなかったんだ、バービー。一体どうしたらいいんだろう。この紙もう使えないよ。いや、使えるかも。いいこと思いついた。ペンが必要ね。コーヒーのシミの周りに書き足して、ほら、できた。ジャスティン、見て。何か言った？デッサンが終わったよ。熱気球ができた。すごい、自然にコーヒーが馴染んでる。ブラボー。おっと、これ僕のストローじゃない。そうだ、わかった。飲み物を絵の具として使うよ。これは素晴らしいものになりそう。どんどん下に向かって描いていくよ。この色大好き。うまくいくといいんだけど。きちんと完成させたいからね。ここに少し色を足そう。それから楕円を描くよ。わあ、いい感じだ。計画通りに進んでるよ。いろんなところに花びらをつけて、次はペンで縁を囲っていくよ。そうすることで奥行きが出る。あとはディテールを追加して、形になり始めてきた。これが花びらだよ。かなりいい出来だ。素晴らしい。ねえ、バービー。とっても綺麗。何？これを見て。思いつきでやったんだけど。すごい、驚いた。私たち頑張ったよね。本当にそうだね。飽きちゃったよ。何かできることがあるはずだけど。あれ、それは何？え、いや、なんでもない。見せてよ。あ、見て、花。よし、そうだ、いいこと思いついた。何か持ってこないと。じゃーん。うえ、見てよこれ。これじゃダメだ。これを見てよ。ああ、わかった。まず花を紙の上に置くよ。こんな感じで散らしてね。円を作りたいんだ。そうしたら慎重に上からプラスチックフィルムを置く。そして叩くよ。これでも食らえ。大丈夫、計画通りだから。その後フィルムを剥がすよ。想像していたよりもいいね。ねえ、バービー、これを見て。綺麗でしょ。すごい素敵ね。これは花じゃないな。ちょっと待ってて。もちろん、ごゆっくり。このハートは壊す必要がありそうね。よし、始めよう。粘土を円形の厚紙に押し当てていく。違う色の粘土も使うよ。重ねてってね。いい感じ。ここにディテールを追加していくよ。小さなボール状に丸めた白い粘土を加えていくよ。一列に並べて。できた。サボテンだ。どうかな。すごい、素晴らしいよ。気に入ってもらえて嬉しい。次は何だと思う？はい、注目。3個目のチャレンジスタート。難易度高い。星って意外と難しいのよね。待って、それだけじゃないわ。星。星で何をすればいいの？ひっくり返して、マジックハンド取り出してみて。ハニー、ほら、わあ、カラフルなマーカー、素敵、嬉しいわ。私も色が欲しい。マーカー来い。
あれ、ちょっと違う。はは、変なメガネ、残念。帽子を返してちょうだい。はい、どうぞ。マジション、つけてみなよ。そうね。なにこれ、見えにくい。やだ、しかも取れないし。メガネはチャレンジの一部なの。もう星を描いてみるわね。難しい、こんなの無理。メガネが当たらなくてよかった。私も描いてみよう。交差する線を描いたら全部こうやってつなげます。ここもね。できた。次は色。いい感じ。色塗り大好き。はみ出さないようにね。これこそ芸術。残りあと一つ。できた。完璧。タイムアップ。やっと外せるわ。うわー、最悪。マジションダメね。この星完璧すぎる。兄、お見事。素敵な星ね。ジュルい。次が最後よ。じゃじゃん、ウサギ。かー、かわいい。最高のチャレンジね。ウサギウサギウサギ、スタート。上に丸、下に数字の2、右に線を描いたら耳を描きます。まつげも忘れないようにね。鼻と口も加えたら体はこう。尻尾と足も。大好物なものといえばもちろん人参。すごく嬉しそう。うさぎね。そうだ、わあ、芯が折れた。もう一本あってよかった。これももうイライラする。よし、落ち着いて。こうなったらこれ。絶対に折れないわ。どうかな。やっぱり大丈夫。はい、終了。見せて。終わらなかった。マディソンのはどう？素敵なウサギね。アニーのウサギじゃないじゃん。わあ、頭が。私の芸術を笑うからよ。絵が大丈夫ならまあいいわ。二人とも頑張ったわね。ブラーボー。それ、わー、帰ってきた。見て、絵の中に戻ってる。楽しかった、ありがとう。どういたしまして。さて、再びルーレットタイムだ。あらあら、見てちょうだい。次は犬よ。俺もう思いついちゃった。帽子の中にゴム製の鶏。なんでここに入ってるはずなんだけど。これ使えるか。いや、最近使ってないしな。頼むよ、なんかあるだろう。25セント効果探してたのってそれ。あん、私の分もあるじゃん。いただき。ふう、いろんなものが入るんだな。必要なのはこのペン。意味わかんない。効果で一体何してんの。円を描くために使ってんの。意味不明。はあ、いいこと思いついた。作業を進めてちょうだいね。よし、フードで頭を隠さないと。すぐ戻るね。どうも、お金は払うから犬を貸してもらえない。どうも。やん、今日はゆいワンちゃん。はあ、僕パトリック。スマイル、何枚か写真を撮らせてね。今日はゆいモデルさんになれるよ。やん。はい、ありがとね。楕円を塗りつぶしてと。線と点を追加。今度は頭だな。お次は目。いい感じにできてきたな。
耳もお忘れなく。犬には耳がないとね。最後に尻尾、あとは塗るだけ。耳は茶色がいいな。足とほっぺも完成。ふう、聞いたこと気づかれてないね。少し仕上げをして。先生、終わりました。犬の絵です。私も終わりました。やだわ、可愛い天使のような顔。レクシーの勝ち。自分で描いてないじゃん。チャレンジの準備は万端です。あら、ダンスは好きよ。お題はバレリーナ。はあ、どうやって描いたらいいの。こっち見んなよ、バレエなんて見たことねえし。そうだ、わかった。この髪をこんな感じに半分にするんだ。ん？折り紙？なかなか良さそうね。だろ、間違えずに折らないとな。中心の折り目はこんな感じ。反対側も広げたら両端を折るんだ。それから下の部分を上に向かって折っていい感じ。折り紙って楽しいな。この角は下に向かって折るんだ。こっちの端もしっかり折って、もう一息ここを両方引っ張ってと。できた。紙で船を作ったぜ。どうかな、気に入った？完璧だ。俺の船には紙の帆もついてるんだ。でもダンスってお題でしょ。船は航海中、波に乗って踊るだろ。はあ、本気で言ってんの？認められないって。レクシーの言う通り、バレリーナよ、船じゃないわ。ああ、わかったよ。でも折り紙って案は使えそうだな。あん、また船作ってるの？だからダメだって。船じゃないって。今度はユニコーンを作ったんだ。イエーイ、ユニコーンだ。俺、最高。それも認められないでしょ。そうだけど、3度目の正直だ。2枚の紙を使うんだ。うまくいくはず。うん、何してんの？うわ、むず。どうやってるの？早いね、ついていけないよ。できた、美しいバラ。レクシーに。素敵、私のために作ってくれたなんて。私は何を作ろう。わかった、とりあえず折っていかないとね。定規の角でしっかり折り目をつけるんだ。ここはこんな感じに広げて、反対側も絵を加えるね。かわいいバレリーナを描くんだ。かわいい。他の面にも描いていくね。こっち側にも顔と手を描いてと。反対側も同じようにね。上が終わったら下にも同じように描くんだ。色を塗って可愛くしないとね。すべての面を塗っていこう。衣装は青いチュチュ。かわいい。こっちも青、あっちも青。よし、できた。じゃーん、仕組みを見せてあげるね。ここを上げ下げするとバレリーナが踊るの。ラララすごいでしょ。マジかよ。うわ、素晴らしい作品だわ。レクシーの勝利。勝てるって思ってた。そんな。僕もスピンできたらな。見て。待って。エミリーってば。もしもし。待ってて。何を見てるんだ。わお、あなたも見て。オッケー。どこだ。すごく遠くまで見える。信じられない。宇宙だ。自分がちっぽけに思える。そうね、クールでしょ。人生の意味とは。そうだ、わかったぞ。この気持ちをアートで表すんだ。チャレンジの準備はいい？スピンの時間だ。おお、何かを描き出してる。わお、ほら、すごいだろ。とっても綺麗ね。異世界的と言ってくれ。ほらね。その通りね。私はどうしよう。自分だけのアートを作るわ。可愛くて小さい土星からお気に入りの星なの。お次は月のアクション。これなしに宇宙とは言えないわ。次は星。銀河系の輝きを足して。ああ、わお、私だけのミニ銀河よ。塵が飛んでるの。はっちゅん。ふう、
やだ、インクがにじんじゃった。どうしたの？深呼吸だ、ゆっくりね。待って、いいこと思いついた。水を使えばいいのよ。よし、薄い灰色の霧ね。すべてがうまくまとまっていくわ。完成。見て。ブラボー。ありがとう、優しいのね。どっちもすごくいい。いいね、好きな曲だ。うふん、オーイエーイ、ロックだぜ。うふん、いくわよ。うふん。あら、魚って大好き。そういえばこれがあるの。いい？待ってね、もう少しよ。あった。何？おっと、間違えた。待って、どうやって入ったの？どうでもいいけど。あったあった。意味不明だ。釣りに決まってるじゃない、あとは待つだけ。それだけ？待つの。かかったと思ったのに、ダメ、釣れない。もう、あー、はー、なに？え、嘘だろ。ほんとよ、かなり大きいわ。うわー、気持ち悪い。やったわ。彼は私のもの。何を作ろうかな。うん、すごい匂いだ、最悪。どうにかしないと。こいつを使おう。ああ、快適だ。お絵かきスタート。正確にはトレーシングね。もう少し。彼が動かなくてよかった。鱗が無限にある。まだやってる。よし、ねえ、これを見て。それで？何よ、バカにしないで。もう頼むよ、本物の仕事を見てごらん。臭い魚はいらないよ。でもちゃんと魚が描ける。なんて綺麗なピンクだ。ディテールを加えて。見えるぞ、僕の意図が伝わってるね。そう、魚だ。それも完璧な魚だ。そうだ。あ、なんだこれ。これは使える。色もいいね。いっぱいあってよかった。いくよ。美しい。できた。ねえ、エミリー、あなたがそれを？そんな素敵な魚初めて。そう？ありがとう。私の魚よりずっといいわ。それでね、ちりもちをついちゃって。あれは見物だったよ。立ち上がったんだけど。うん？お、目を閉じて。何？閉じてったら。いいわ。よし、そのまま待って。開けていいよ。オッケー。あら、ピンクね。そうだよ、好きじゃない？いえ、すごく素敵よ。ありがとう。失敗した。どうしよう。私の趣味を知らないのね。全部ダメじゃないけど。そうだわ、この影でなんとかできそう。慎重になぞっていくわ。ピンクの花よりずっといい。見て、この花びら。本当にクールね。
面白いな。たくさんあるのよ。自分だけの影の庭ね。かなり良くなった。でもまだ終わりじゃない。空っぽにはできないわ。黒に勝るものはなし。たっぷり使えるマーカーでよかった。大量の黒インクがいるもの。最後の葉っぱよ。きっと素敵になるわ。よし、完成。最高じゃない？とっても素敵。はい、ありがとう。ジャスティン、花はどこだ？ああ、大丈夫。これがあるもの。すごい傑作だ。ありがとう。うん、刺激を受けたぞ。僕がいるのはこれ。パーティーの始まりだ。まず完璧な丸がいる。蓋があってよかった。手だけじゃうまくできないからね。よし、これをカットして、蓋にぴったり合うぞ。見て、半分塞がった。これだけじゃない。エミリー、それがありえないの。ちょっとエミリー、それちょうだい。いいわ。はい、ありがとう。クールだろ。いまいちかな。ライトをつけて。わお、とっても綺麗。蓋からこれが。気に入ってくれると思った。すごく楽しい。魔法の生き物が暮らしてる場所があるって知ってた？見てみたいと思わない？本物のユニコーン。そら青いかな。読んでみよう。色が素敵。角も綺麗。え、何？わあ！あれ、ここはどこ？それにこの服、ピンク大好き。青は私のお気に入り。マジション見て。ハロー。キラキラしてるでしょ。楽しいチャレンジを用意したわ。準備はいい？もちろん。お絵かきチャレンジスタート。にゃー、やったー、猫かわいい。二人とも絵を描くのよ、覚えてる？ドラ猫にしようかな。動かないでね。大丈夫かな。これ使える。正確に描かないと。違う。じゃあこれは。毛を少々。ゴゴロをかけててよかった。計算によると、やっぱり。アニー、何してるのかな。結果は私の思ってる通りかな。科学の時間はおしまい。芸術作品に取り掛かるわよ。時間切れ。二人とも絵を見せて。恥ずかしがらないで。マディソン、素敵ね。すごく上手。どうやって描くのか見せてあげる。まずキャットって描くの。そこから猫を描いて、色を塗るのがおすすめよ。
顔も忘れないで。縞模様を描いたら完成。なんか似てるわね。第2回戦。ハート大好き。ぴったりなモデルがあるわ。ワン、ツー、スリー、じゃじゃーん。かっこいい。彼にぞっこんなの。え、デビッド。かぶった。き、気まずい。喧嘩しないで。ほら、二人とも落ち着いて。もしもし。もう、しょうがないわね。ポン。イケメンじゃなくなったでしょ。ごめんなさいね。彼は私のものよ。あれ、こんな顔だったっけ。なんで好きだったんだろう。わあ、なんか思ってたのと違う。これはさすがに。さて、アンニ、あれデビッドじゃない。メイク崩れてない。どこ。今のうち。どこにいるのよ。どこ。マーカーが消えた。マーディソン盗んだの。意地悪はダメ。お仕置きよ。あれ、固まっちゃった。これは私の。返してもらうわ。ハートだよね。完璧なハートを描くためには四角を描いて定規で横線を描きます。次に曲がった線を描いて色をつけていきましょう。ハートの輪郭を黒でなぞるのがポイント。こっち側もね。白色を使えば光沢も出ますよ。できた。しかも 3D。 溶けろ。何も書けなかった。アニー素晴らしいハートね。本当に。さっきはごめんね。くれるの。ありがとう。私にはデイビッドがいるから。つまらない。なんだかお腹が空いてきたわ。食べ物が欲しい。あ、そうだ、回転させるわね。パンケーキ。本気で。料理なんてできない、うん、でもやるしかないわね。パンケーキミックス、いろんな色を使うよ。これで全部かな。待って、あはん。ホットプレートお願い。そうそう、これこれ。ホットプレート用意しなきゃいけないの。ずるくない。ナオミ、集中したいから静かにして。もういいや。何色がいいかな。そうだ、青。このような容器を使うのがおすすめ。絵が描けるからね。まずは顔。やった、嬉しそう。中を埋めてね。焦げないように早くするのがポイント。次は目。ここでは白を使うよ。気をつけてね。目の中はもちろん黒で、冠は黄色。私のお気に入りなの。口のデザインにも注意してね。あとは火が通るまで待つだけ。泡が出てきたら完成。お皿に移そう。初めてにしてはうまくいった。今すぐ食べたい。素敵ね。こんなの勝てるわけないじゃん。あなたのために作ったの。リジーの勝手に取っちゃおう。ゆっくりゆっくり。それ、これとこれももーらい。待って、この方がいい。まずは青から。ハニワニを描くの。ナイス。次は間を埋める。目と口は残しておいてね。
口元は赤。うん、完璧。次は目を描くよ。時間をかけてね。色が混ざらないように少しだけ火が通ったら黒を加える。素敵な笑顔。うん、いい匂い。いい感じになってきた。ひっくり返さなきゃ。気をつけながらね。できた。ハギワギみたいでしょ。見て。うん、こっちの方がいいわ。先生、どっち？あら、二人とも素晴らしいわ。料理が得意なのね。そうだ、忘れるところだった。え、何が起こってるの？これは何？怖いんだけど。あー、リージーってことは、やっぱりハニワニね。やあ。サプライズ、二人とも嬉しい？わーい、ハグだ。かわいい。この瞬間写真に収めなきゃ。はい、チーズ。壁に飾るわね。今度は何かな。それ。うん、これは微妙なラインね。好きなもの書いて。どうしよう。プレッシャーに弱いんだけど。あ、そうだ。金持ってたの忘れてた。このダイヤモンド小さすぎる。カバンの中整理しなきゃな。小銭がたくさん。まだまだ出てくる。ちょっと恥ずかしい。時間かかってごめんね。あった、これ探してたの。金色のペン。紙に押し付けるとインクが流れてくる。書き始めるよ。お気に入りの色なの。幸せな気持ちになれる。電球を書いたら大きな丸を2つ。これは目。ペンをひっくり返したら影を作る。いい感じでしょ。次は口。口ってよりも歯かな。できた。金色の骸骨。豪華だと思わない？完成。すごいつまんない。ああ、ここに何かあるぞ。ゴミ漁るの好き。これは全部ゴミだ。文字通りに。おっと、もっと声を小さくしないと。いや、これはダメだ。ああ、これが人生。最高な気分だわ。ここに永遠にいられる。誰にも邪魔させないわ。あっち行って。ほら、シシ。何してるの？何？なんか問題でも？それは何？これ、あげる。おお、ありがとう。ゴミのプレゼント欲しかったんだよね。でも、これなら時間つぶしにいいかも。待って、いいこと思いついた。これが最後のピース。さて、ここからがお楽しみ。色を塗っていくよ。全部の出っ張っているレゴピースを塗るよ。その下はつかないようにね。塗り残しがないようにね。次に木の部分を埋める。楽しいわ。最後に下の部分に色を塗って、あと少し。こんなもんかな。そうしたら厚紙を準備してレゴのピースに置くの。優しく上から押したら慎重に剥がして。見てみよう。計画通りうまくいった。ねえ、これ見て。まあ役に立つかも。ねえ、ちょっと話しかけてるんですけど。ああ、ごめん、没頭してた。褒めてくれてもいいんだよ。うわ、いい感じだね。今のでいいこと思いついた。私はプチプチにペンキを塗るよ。それにペンキをつけて、厚紙をリンゴの形に切り抜いたよ。それにペンキをつけたプチプチを転がして、うん、いい感じ。ほら、簡単。美味しいリンゴの出来上がり。うわ、お腹が空いてきた。すごいね。うん、上出来だね。もう、ティアラの位置がちゃんとしてないと居心地が悪いわ。ちゃんと直さなくちゃ。よし、よくなった。待って、私口紅忘れてきちゃった。田舎者ってバカにされちゃう。なんとかしなくちゃ。何か使えるものがあるはず。あ、あった。これでうまくいく。口の中で歯ブラシをこすって。見てこの色。よし、できた。革命だね。マディさん、これ見て。うわ、すごく華やかになったね。私もあんな風になりたいな。夢見てもいいよね。あのさ、よかったら私にもお化粧してくれない？あなたに？本気？まあやってあげてもいいけど。うわ、嬉しい。驚くと思うよ。じっとしてて。綺麗になった。鏡で見てみる？おお、もう終わったの？楽しみ。あ、なんてことしてくれたの、意地悪。
かわいいじゃん。牛乳いる？全然面白くない。すごいバカ面してるじゃん。ちょっと待って、これでいいこと思いついた。早速取り掛かるよ。こんな感じの線を描いて、それを定規を使って伸ばすよ。これを繰り返していくの。こっちには赤いペンキを使うよ。定規をゆっくりと下に引いていく。ミスはしたくないからね。次は青いペンキ、少ない量を垂らして、同じように定規で下に伸ばす。乾いたらディテールを足していくよ。三角形を2つ描いて、これが目になるよ。その後鼻と口を描く。最後にヒゲ、他のも同じように足していくよ。工程は同じ。猫の家族ができるよ。これで最後、すごい出来になりそう。最後の猫のヒゲを描いたら完了。猫家族の出来上がりだよ。わあ、本当に可愛い。どう？え？まあまあいい感じね。嫉妬してくれてもいいんだよ。嫉妬？私が？挑戦状ってことね。じゃあこっちだって見せてあげる。まず色紙を折るよ。こっちも折って、次にそれを開いたら他にもどんどん折り込んでいくよ。こんな感じに三角形を作って、反対側も同じようにやったらいい感じ。作業は気をつけてやってね。折り忘れがないように。一つ一つの折り目が最後とっても重要になるからね。さて、どこまで行ったっけ。あ、そうだ、折りたたんでたんだ。この部分を折って層を作っていくよ。角をしっかり整えて、裏返したら両端をつまんで、ここを平らにするの。ここが難しいところ。正確に折っていくよ。間違えたら全部やり直しだからね。やり方ちゃんとメモってるかな。一回しか見せないからね。次に側面を折り込んで、裏返したら形になってきたよ。きっと出来上がりに驚くはず。これは確実。待って、これで合ってたかな。ああ、合ってた合ってた。ここに小さい三角形を2つ作って、裏返してさらに折るよ。はあ、疲れてきた。でもこれも出来上がりを良くするため、マジソンに勝たなくちゃだからね。あと少し。ここに折り目をつけて、そうしたら折り目に合わせて畳む。うん、いい感じ。さて、尻尾をつけるよ。次にペンを用意して顔を描くよ。幸せそうな笑顔をね。そしてヒゲ、準備はいい？ねえ、私の猫もできたよ。私ってば才能で溢れてるからね。おお、引き分けってところかな。そうだね、それが妥当そうだわ。それすごいね。緑の猫はあなた用だよ。次は何だろう。神のみぞ知る。可愛い子犬だ。始めてごらん。ワン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 、グーワン。見てられないわ。私に任せて。まず道具と書いて、そこに目を足すの。2つの大きい垂れ耳もつけて。これが鼻になる。きっと可愛くなるわ。次は体、いい感じ。あとは、そう、尻尾。忘れるわけないでしょ。わお、とってもすごいわ。骨でも折ってれば。私は集中したいの。この色完璧だわ。舌を赤く塗って、できた。可愛い子犬ちゃん。じゃじゃん、これギャラリーに飾るべきよね。かなり上出来だわ。彼女を倒さなくちゃ。え、なんですって。あら、これで遊びたいの。さあ、取ってこい。一体何をしているの。やった、うまくいったわ。信じられない。このおもちゃならいつでもうまくいく。何が起きているの。これは夢に違いないわ。そろそろ始めるわよ。ワンコの周りに線を引いて、動かないでね。できた、完成よ。鏡に映ったみたいでしょ。あなたの特徴を捉えているわ。なんなの。やめて、離して。自分で描けばいいじゃない。ちょっと危ないわよ。よこしなさいよ。何してくれるの。これじゃ台無しよ。犬って宿題をかじるのが仕事なんじゃないの。バレてないわよね。勝敗は明らかね。本当？それを僕にくれるっていうのか。うえ、もちろん。東海ドールの勝ちだな。わあ、やったわ。はあ、こうなると思った。ちょっと目が回っちゃうな。次はモンスターボール。はあ、おいしい。これ気持ちいいわ。高級サロンはいらないわ。僕に注目して。まだ続いてたの。ゲットだ。ちょっと待って、私のよ。遅かったわね。これどうぞ。ふん、ありがとう。
うん、まだソーダが残ってるわ。あー、何が入ってるのかしら。うわー、知らない方が良さそう。でもアイデアは浮かんだわ。早速始めましょう。まずは好きなキャラクターを描いていく。耳から始めるわね。先端は黒くしてね。いい感じ。次に顔を描く。これは赤いほっぺた。大きな目が2つ。順調だわ。目の色は黒ね。はみ出さないように。もう片方も塗って。鼻はシンプルな三角形。かわいいハッピースマイルが必要なの。うわー、見て。でもまだ終わりじゃないわ。ささっと体を描いて。尻尾は稲妻の形にしてね。最後に腕が2本。自分の才能に驚くわ。色をつけていきましょう。この赤はほっぺにぴったり。明るくて目立つでしょ。次に口を塗って。黄色いペンも必要ね。尻尾を先に塗るわ。時間をかけて。台無しにしたくないもの。最後に舌をピンクで塗って。できた。ピカチュウよ。ご覧あれ、すごいでしょ。うん、私はどうしよう。ちょっと待って、このカップが使えそう。まず左右に穴を開けて。黄色いストローをたくさん用意しなくちゃ。カットしてくっつけていくの。こうやってカップに刺して、上にピカチュウの頭をつけて、愛のハートを腕に貼っていくの。とてもハッピーになれるわ。もう一つのハートを真ん中につけて。でもお楽しみはこれから。ピカチュウが踊ってるね。ケビン、これを見て。いい動きでしょ。ずっと見ていられるわ。ジャージの時ね。このラウンドは田舎道路の勝ち。ごめんよ。やった、私が一番。イエーイ。そんなの不公平よ。私が勝つべきなのに。なんか楽しいことが起こりそうな予感。ハートだ、かわいい。誰が回すか決めよう。僕が勝つ。やった、勝った。あ、いいものが出ますように。紙なしか。でもどうやって描くんだ。考えるしかないわね。見てて。私は真ん中に線を描いたら、もう一本足すの。上と下にもこうやってね。次はハートの横の部分。鉛筆はペンの下書きにぴったりなんだ。形ができたら消しゴムで余分な線を消して、あとはペンでたどるだけ。 3D 効果も抜群だしね。次は色塗り。線の中を塗ってね。そしてできたら内側に影をつけるの。鉛筆でも簡単にできるよ。影がありそうな場所を見つけて影をつけるのよ。綺麗に塗ってみてね。いつもとちょっと違ったハート、素敵でしょ。完成。どう？うわー、まあかな。僕はどうしよう。そうだって。普通ね。何かできることはないかな。そうだ、小さなハート、これでどう？ハートだよ。違くない？ごめん。これは？諦めてよ。まだまだ。指を頑張るんだ。あ、そうだ、赤いペンを使おう。指を重ねたらハートを描く。あとはこうやって色を塗るだけ。うん、悪くないぜ。いい感じだな。てか超いい。でもまだだよ。にっこりマークを加えてみよう。こっち側にもね。ロマンチックね。うそ、かわいい。待って、いいこと思いついた。変にしないでね。任せて。見て、ハグしてる。感動して泣いちゃうかも。かわいいよ。どの鉛筆を使おうかな。青か緑か。まったく、
可愛いんだからチュッチュ。今夜夢に出てくるといいな。わお、カタツムリだってすごい。誰が回す？僕の勝ちだ。今度は負けちゃったか。いけ、手なし。またしょうがないな。いくよ。手を貸してあげよう。それ。ねえねえ、違うよ。え、なんで？もういいよ、試してみるわ。目つぶって。変なの、もう。これ持っててよかった。どう？完璧。意外と難しいかも。すごい、本当にすごい。キスしたいな。あ、そうだ。嘘、20ドルも払ったのに。最悪だ。でもいいこと考えた。これはいらない。ペンがあれば高級な花なんて必要なしだぜ。自分で作っちゃえ。この方がロマンチックだしな。よし、完成。気に入ってくれるかな。見て、できた。結構いい感じだね。カタツムリだけど、僕はこれだよ。私に？君はバラよりも素敵だけどね。恥ずかしい。でもロマンチック。芸術は楽しむことが何よりも大切ですよね。使ってみたいコツはありましたか？皆さんの好きなお絵描き、コメント欄で教えてください。このビデオをお友達と共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。